ザ・グリーグ・ザ・ベストダークホースと言われている神谷伊藤組、チームとしての抱負を一言どうぞ。今日も組むんですけど、タッグリーグも絶対に勝ち残って頑張りたいと思います。体は小さいですけど、もう全部引っかき回していきたいと思います。本日は公式戦から離れましたが、下田井上貴子組というチームが相手になりましたですね。自分からどんどん行って絶対に勝ちたいと思います。連携では向こうには絶対勝ってると思うんで、それを出して頑張りたいです。本日は第2試合で井上貴子とのコンビが結成ということになりましたが、今日はいつもコンビを組んでない相手とのペアですが、組みたくない。組みたくない、だってね、こんなの組んでもしょうがないでしょ。井上貴子選手、私は自分で自分のレスリングをやります。本日の対戦相手は伊藤神谷組ということになりましたが、まあ自分でやれるだけやって、別に頼りたいとも思わないし。井上選手、乗りに乗ってる伊藤がいるんで、負けないように頑張ります。さて本日の2本目 DDD ですよね。はい、タクマッチ下田美誠井上貴子みたい神谷美織伊藤香織のコンビです。伊藤と神谷はタッグディーリザベストでペアですね。もう嫌というほど見てきましたね、このコンビ。今日はですね、北斗選手、はい、まずは下田美誠選手のことからじっくり聞いていきたいと思います。そうですね、はっきり言ってまだまだだと思います。なるほど、じゃあ試合をですね、一つ一つ場面を見ながら、どこがまだまだなのかということをじっくり教えてください。そうですね、はい、先ほどのインタビューなんかはなかなかいい面構えしてませんでしたか。まだまだ形ばっかりになりきっちゃってるかなっていうのがあって、はい、まだプロレス家だからね、ついてきてないっていうのがありますよね、はい、っていうかそれよりもこうやってビデオを見ながら話しちゃうと、やっぱり下田を私は一番見ちゃうと思うんだけ ど、 なるほど。今回は伊藤薫にやっぱり注目したいですね。ああ、なるほど、うん、最近注目株って言われてますね、うん、そうですね、まあ、お客さんもみんなこのカードだったらやっぱ一番は伊藤だと思うんですけど、はいはい、私近頃伊藤とシングルマッチがすごい多いんですよ。結構やってるんですけど、負けはしませんけど、あ、ローカルで、うん、はい、だけど負けはもちろん負けはしませんけど、でも伸びてきてるなっていうのは実感してね。この前のテレビ、うん、先日のテレビマッチなんかでも当たりましたね。そうですね、でテレビなんかでは結構カットされちゃうところが多いんだけ ど、 あ、なるほど、だからあの子のいいところっていうか、そういうところも出てなかったと思うけど、うん、結構ね、小さいんですけどね、この子は。そうですね、でもお尻なんかはバーンと大きいしですね、うん、なんかもうちょっと体重もきっと増えるんじゃないかと、まあ、でもこのぐらいでもいいかなって気もしますね、うん、そうですね、フットスタンプを自分でね、やるようになってからかなり変わりましたよね、自信がついたっていうか。その前はなんか細かいことをやってもっていうか、そうでもなかったけど、あの技を使うようになってから急激に伸びたと思いますよ。なるほど、うん、危ない技ですからね、あれ。あ、聞きますよ、結構。これ今までの攻防を見てると、ええ、井上貴子は伊藤をすごく意識してる、うん、そうですね、はっきり言ってね、うん、貴子あたりは伊藤はうかうかしたら危ないと思う、うん、抜かれる可能性は、それを感じてるからこそガンガン行きたいんだよ。技術的な面だよね、うん、まだ精神的には自分の方が先を走ってるという意識があると思いますよ、うんうん、当然あるでしょうけどね、でも体もでかいけど貴子は、はい、でも結構うかうかしたら危ないという気がするな。ね、うん、これは組み合わせから言うと結構異様なものがあるんですよね、うん、下田下田で下田 ら、ラストを探さなくちゃいけないし、ね、井上貴子も今崖っぷちに立たされているところもありますから、うん、そして下からグーッと追い上げてきた伊藤ですね。そして伊藤と神谷選手は完全にもうペアになってますから、うん、なんとなく面白いあれなんですよ、景色がこの試合という、うん、だから個々の力から言ったら、はい、当然下田貴子組の方が全然上だと思うんだけど、はい、やっぱりチーム力がね、まあバラバラじゃないですか、さっきのインタビュー見ても、ええ、でこちらも安定感というと神谷選手の方がすごく安定してますよ、うん、タグチームとしてはすごくタグチームとしても安定してるし、はい、だそう考えると結構わからないかもしれないですね、はい、勝負の行方は。そうですね、北斗選手、ここまでの下田の動きは、うん、やっぱり気持ちの面ではね、プロレスが好きになったっていうのがね、
もうなんかいつ辞めてもおかしくないような選手だったと思うの、私はね、はっきり言って、私の目から見てて、はい、だからもう辞めていこうだろうなっていうか、そうやって思ってたから、でも、うん、訂正なものはないかもしれないけど、そういう気持ちの面ではね、すごいついてきてるっていうか、なるほど。でね、面白いことに、私の目から見てね、伊藤抜かしてこの3人ね、後輩にはすっごい強いの。強いのは後輩だけなの。井上貴子も神谷もですか？神谷も、井上貴子も、下田も、みんな後輩にはすごい強い。これは選手の目から言って、はい、だけど先輩とか自分よりちょっと強いかなって思う人には受け身の体勢になっちゃうっていうのかな。かかっていけないんですね。かかっていけないの。だけど後輩にはめちゃくちゃやれるっていうのかな。だからそれがね、伸びない秘訣だと思う。伸びない秘訣、うん、どうしたらいいんでしょう。今日あの今リング上に入ってます井上貴子選手なんか。どうなんだろう、関係ないから分かんないけど、はっきり言って、うん、キャラクター的にはスタート要素十分だと思いますね、うん、だからそっちに先走っちゃってるんじゃないかな。あ、なるほど。冷たい話ね。だから、はい、だからそれを言っちゃうと下田三田はどうなんだって言われちゃったらね、はい、私の場合返すことはないんだけど、先にとにかく目立たすことだけをね、あの子たちは目立つことさえもできなかったから、はい、目立つことから、うん、形格好からと思って変えさせたんだけど、はい、でもそれについていけてないでしょ、やっぱり。インタビューの時なんかあの顔の化粧とかですね、着てるもんなんかもう大悪党というか、うん、あのルーダーという感じですよね、うん、だけど喋らせるとおとなしいですよね。そうなんですよ。いや、これしつこいですね、すごい、うん、あのさっきからのカニバサミから膝十字があって、うん、ビクトリー投げからの膝十字があるという、こういう攻撃割と井上貴子選手好きみたいですよね、個人的には、うん、そうですね。で、これが完璧にできるようになれば、はい、あのもっと味っていうかな、出ると思うんだけど、大雑把でしょ。大雑把ですか、やっぱり、うん、全部ね、大雑把なの、はい、うん、だからあの完璧に効かないっていうか、効けばきっとギブアップとかも取れるようになるんじゃないかな。女の選手ってやっぱ体柔らかいからギブアップって難しいんですよね。なるほど。だから私なんかトヨタなんかと当たったりするときも本当にギブアップ取ってやりたいと思うんだけど、トヨタ選手なんか逆にいくら食らっても大丈夫ですもんね、うんうん、だけど硬い子もいるけど、やっぱりいつも体をこうやってほぐしてるから、はい、うん、実際にはみんな柔らかいんですよね、うん、下田選手のウエイトがとってもなんか落ちたといいますか、体が細いような感じがするんですけれども。そうなんですよ。でも実際には私の方が細いんですよ、下田より実は。あ、そうですか、うん、でもどうなんだろう、今作るのに一生懸命とにかく食べることだけをね。あ、食べてますか、うん、食べろっては言ってるんですけど、神谷と井上貴子の絡みというのもどうなんでしょう。これやっぱり先輩に強いところ、後輩に強いところで、神谷が攻めると、神谷が攻めると、やっぱりそういう感じになってますもんね。そうなんでしょうね、その辺ね、実際そうなってるんじゃないですか。これだったらプロレスっていうのは全部キャリアで決まっちゃうことになっちゃいますからね、うん、だからそれを抜け出た子が強くなるんじゃないかな。そういうことですね、うん、そうなんですよね。私も今じゃそういう風に堪忍袋とか言われてるけど、ええ、やっぱり初めはすごい怖かったから、その怖いって気持ちっていうのはと負けたくないっていう気持ちがね、2つに分かれちゃうの。それが一つの試合で一緒になれないっていうのかな。だから例えば自分が後輩っていうかね、新人の時は先輩と当たったら負けたくないっていう気持ちよりも怖いって気持ちの方が先走っちゃうからね、うん、だからそれにガツンと言ったらガツンと来られるっていう怖さですか、うんうん、やっぱり倍にして帰ってくるんじゃないかなっていう怖さがあった時もあるの。あ、はい、だけど後輩とやったら負けたくないっていう気持ちになるでしょ、はい、だから今この井上、神谷、下田、まあ三田も含めちゃうけど、その気持ちがね、二つに分かれちゃってると思う、私は。あの一つだけじゃあちょっとはっきりさせましょう、ここで、うん、あのリングの上では、うん、対等なんですよね。そうなんですよ。それは絶対対等ですよね、平等ですよね。平等だったら思い切って行っちゃっていいんですよね。もうやった方がいい、うん、なるほど、行っちゃっていいんですって。うん、だから本当にそれをね、抜けた時が強くなるあれだと思うけど、うん、あ、じゃあ一応あのリングの上ではやっぱりあのお互い選手じゃないですか、うん、ですから対等っていうか平等でだっていうわけですよね、やっぱり一応は。ところがでもいけないんですよ、うん、だから怖いけどやっぱり負けたくないっていう気持ちが一つになれば対等に戦えるようになるでしょう。
だからその面で先輩と当たった時は怖い、後輩と当たった時はね、チキショー負けたくない、やっちゃう。だからそれが別々になっちゃうわけでしょ、先輩と後輩で。そうすると試合いつ、要するに2つの戦い方になっちゃうわけですね、うん、私本当に今下田と三田とよくね、この子たち以外と組まないけど腹が立っちゃってしょうがないんですよね。だから腹立っちゃってしょうがない。後輩とやるときはもうガンガンやるんだけど、先輩になっちゃうともう三田選手もそれっぽいですね。それなんですよ、はい、うん、体はでっかいんですけどね、でもこの技ですよ、まず今私が話したいっていうか、フットスタンプのバリエーションたくさん作りましたよね、うん、伊藤選手。そうですね、伊藤は自分の持ってる技をね、まず完璧にこなすでしょ、正確ですよね、うん、でその上に、うん、一つの技を、うん、そういうふうにバリエーションで増やしていくっていうのかな、新しいものに行く前に自分の持ってる技をどれだけ違う使い方ができるかっていう応用編ですね、うん、だから、うん、結構ね伊藤は伸びるんじゃないかなって思うね。なるほど、うん、よくあの北斗選手が気持ちをね大切ってよく口にするんだけど、うん、僕この伊藤なんか見てるとまさに何が変わったかって言ったら気持ちが乗ってきたっていうかな、うんうん、そういうのを一番感じますね。僕多分技術的とか体力的にはそんなに最近急に良くなったとかないと思うんですよ、うん、これずっともうそれだけのものを持ってたと思う、見てた限り、うん、でも気持ちがすごく、まあ、注目されたりね、上がったりしてきて、うん、またいい結果出したりして本人がすごく乗ってたと思うんですね、うん、それがすごく現れてるから当然見る方も感じるということで、いい相乗効果になってるんじゃないですかね。そうですね、レスラーって不思議なもんで、やっぱり自分が見られるようになった、注目されるようになったって思うと伸びますよ、うん、あ、それそれ、うん、だってやっぱり自分は注目されてないんだっていうか、誰にも期待されてないんだっていうか、うん、そうやって思っちゃった時は、うん、やっぱダメでしかないもんな、うん、やっぱりそう出ると思うんですよね、うん、リング上にどうしても。でもそういう気持ちっていうのかな、私は注目されてるんだっていう気持ちがなくなっちゃったら、うん、やってる側としては終わりだと思う、うん、本当はされてなくても、うん、させてやるぐらいの気持ちで行かないといけないんですけどね。そうなんですよね、言ってください下田と三田に、このネックブリーカーは、うん、でも良くなりましたよ。あ、うん、これもバリエーションの一つですね最近。そうですね、ただ見たくれはいいんだけど、それだけの打撃力はそんなにねないんじゃないかなっていうか思っちゃうんですよね。今どう変わったかね、当たらないから分かんないんだけど、私もそうなんだけど、やっぱり下田の場合は体がない分ね、何かで補わなきゃいけないっていうか、だからそれは自分で見つけていかなきゃいけないと思うから、私としてはいい意味で来年早々ラスカチョーラスを解散できたらいいなと思ってるんですよ。だからどういう、それはどういう意味とかじゃなくて、この2人がっていうか下田とね三田が、うん、良くなってくれたらね、やっぱり戦えるだけっていうかね、戦いたいって私に思わすだけの存在になってくれれば、うん、だから早く解散できるのを待ってるんですよ私は。うん、そういう意味でね、うんうん、もう今日高子いいですよ結構、まあ、その後輩が相手のせいなのかな、うん、でもあ、うん、一つの技は全然悪くないんですよ、うん、トータルなイメージがないんですよ、なんとなく、うん、曖昧なんですよ割と、うん、でもこの子も結構いろんなそういうバリエーションとかっていう面では考えてるんでしょうねやっぱり、うんうん、だまあ、僕が一番思うのは、なんか綺麗すぎる、井上隆人の場合、なんかこう、ガーッと出るものがないんですよ、感じないっていうかな、うん、でも今日前半とかすごくそういうのがあったし、うんうん、やっぱり、まあ、相手によってやっぱ違うのかなと思ったけど、伊藤が一番元気印ですね、今の見ると、本当に、うん、ほら、うん、弾けるようなプロレスをしてますね。うん、そうですね。そういう面では先輩にとって伊藤って一番やりやすいのかもしれないですね、なんか思いっきりいけるっていうか、うん、そういうのがあるような気がしますね、うん、
伊藤はそういう面ではすごい怪我に強いですよ。ああ、よく聞きますね。あのとにかく小さいけども体が頑丈だっていうか。まあみんな強いって言えば強いんですけどね。神谷選手なんかは今リングに入ってますけれども、清潔に。あの神谷の場合はなんていうかな、でも可もなく不可もなくだよね。可もなく不可もなくっていうか、もう安定してるんでしょう、レスリングが。安定しきっちゃってるというか、だから中にこの中にいるとそれが目立たないんだけども、かえってこういう人は交流戦とかね、対抗戦とかになるとなんか目立ってくるような気がするんですよね。そういう期待をしてるんですけど。でやっぱりあの堀田みなみも結構一時はあれですよね、あの存在感がなかったっていうか、はい、そういうとこありましたよね。だから私は神谷もそういうチャンスを作って、あの海外遠征なり、まあ、交流戦なりなんかね、やっぱり自分からどんどんやってみたらどうかなって思います。あ、もっと存在感っていうか、自己主張するっていうかね、レスラーって存在感必要だもん、やっぱりなんかそれが全てという気がしますけどね。ほんと全てだと思います。今の島田の動きはダメですね。なんかあのスタミナっていうか、あの今落ちてきましたね、体力というか、ちょっとバテたなという感じですね、今ドロップキックなんか見てると。やっぱこの体型だったらもう動き回るしかないんだから。そうか、お素晴らしい。これ結構勝ってもおかしないな気がする、伊藤が。そのくらいなんか勢いがある感じしますね。あくまでもこれに頑張りたい。でも私はいいと思うな、自分の持ってる技にこだわるっていうか、そうですね、ちょっと昔の技ではあるんですけどね、あれ、決まりにくいじゃないですか。そうですね、よっぽど力がないと肩の上に相手担いちゃうわけですから、まあ軽い人なんかではやりやすいと思うけど、かけやすいんだろうけど、重い人になっちゃうと ね、バランスがね、難しいですしね。自分の方が疲れちゃうんじゃないかな。これはどうですか、オリジナル。これは下田オリジナルでしょ、そうなんですよ、これは教え込んだんですよ、まだまだなんですけど。もっとあのロープがポンポンって飛んでいけたらいいんですよね。下田にはね、やっぱり、でもどうなんだろうな、やっぱり楽しいっていうのは見えてきてますよね。まあプロレスって辛いもんではあるけど、やっぱり楽しいもんでもあると思うんですよ。まだ要するに面白くなってないっていうところですか。やっててやっぱ辛いっていうのもついてきちゃってるんだろうな、気持ちでね。あ、その後はこれだ。あー飛んだ。やっぱ体がないし、そのうちなんか怪我人出ますよね、これね。あの下半身がもうしっかりしてるでしょ、ずっしりきますよこれ。あーおっ、ああ、これですね。あ、素晴らしい。これはキム・ボシと言っていいのかな。そうでしょうね。残念だな。残念でしたか、すいませんね。でも負けて負けてね、やっぱり、悔しいっていう気持ちを。今回は伊藤が素晴らしかったし、やっぱり皆さん見てるお客さんも分かってますから、伊藤コールが今自然に出てきましたから。でも最近伊藤コラケンでよく勝ってるでしょ。だからコラケンでまだ勝てるようになったっていうのが大きいですよね。なるほど、ちょっと今話出ちゃってるみたいですけど、最後のところ、もう勝てたんでどうでもいいです。最後伊藤コール出てましたけど聞こえました。はい、下田選手に勝ったのは、フォール取ったのは、これがこの間一度勝ったんですけど、もうそれ以外は全然で、今日も勝てたんでよかったです。チームとしては今日はうまくいった方ですね。そうです、前から連携はいろいろ考えてたんで、いつも同じじゃ分かられちゃうんで、今日は違うので。最後の技は新兵器ってやつですか。はい、ずっと練習したんで体が小さいんで、もう全部体重乗っかってフットスタンプとかもやろうと思ってたんで、今度の技も考えて。おめでとうございました。ありがとうございました。